皆様、ついにこの日が、やってきてしまいました。石丸真二スペシャルの時間が、やってきてしまいました。ネットの一部では、カルト的な人気を誇る石丸真二様ですが、落選した直後から、批判記事が結構出ています。さらに、落選後のマスコミとの会話に、ドン引きした人も多く、石丸公文という形で、いじり回す人まで現れました。これもう、ネットのおもちゃだろ。今回は、そんな石丸真二様に関する記事を、一緒に読んでいきましょう。ぜひ最後まで見ていってください。頭おかしなるで。それではまず、FNN プライムオンラインの記事から引用します。都知事選と同じなのかに、今回都知事選に立候補した石丸真二氏が市長を務めていた広島県の秋田方市の市長選が行われ、結果は、これまでの、石丸氏に有権者から、ノー、が突きつけられる形となった。石丸様は今回は無事落選しましたが、それでも165万票、2位という結果は脅威です。個人的には石丸様は、ひろゆき様と同じジャンルの人間だと思っています。いや、一緒にするのは、ひろゆきに対して失礼かもしれへんわ。確信がないわ。言及すんのやめとくわ。ちなみに石丸様が市長を務めていた、秋田方市の市長選では、反石丸の市長が当選しています。さらに新市長は初日から、石丸市長時代にやったことを否定するような発言もしていました。石丸様の古巣である秋田方市では有権者が石丸様に対してノーを突きつけているのです。東京でも秋田方市でもノーを突きつけられる男石丸真二様でございます。石丸たん、かわいちょ、今までやってきたことを全否定された上で都知事選でも落選するというもう踏んだり蹴ったりです。しかし小池百合子様が出ていなければ石丸様が勝っていたと考えると恐怖でしかありません。石丸真二様という存在に疑問を呈する記事が結構出てきたのは良い傾向です。今後も彼のヤバさを広めていかなければなりません。反石丸の藤本悦司氏が当選。藤本新市長、万歳万歳万歳。石丸氏の後任となる秋田方市長に当選したのは石丸氏の政治手法を批判していた無所属新人の藤本悦司氏だ。初当選藤本悦司市長51。この4年間の石丸氏の姿勢の評価は人それぞれいろいろあると思います。もう市長派だとか反市長派とか足を引っ張るような時代でありません。藤本氏は元郵便局長で出馬表明では石丸市長時代に悪化した市議会との関係性を改善すると訴えていた。石丸様は市長時代のやらかしを新市長に尻拭いしてもらっているようです。名誉毀損の賠償金をなぜか氏が支払った件にしてもそうですが、自分でやったことの責任ぐらいは最低限自分で取ってほしいものです。ちなみに今回の東京都知事選の最大の勝者は石丸真二をリリースすることに成功した秋田方氏ではないかという指摘もありました。さすがにそれはさ、立候補表明時、2023年11月の藤本悦司市長、市民の皆さんの声を聞くと、このままでいいのか、とか、やられたらやり返すというのが恥ずかしい、とか、この状況をどうにかしてほしい、というような声をたくさんいただいております。石丸氏は市長時代、市議たちと激しく議論する様子を、市の YouTube などで配信していた。広島県秋田方市石丸真二市長、当時、居眠りをする、一般質問をしない、説明責任を果たさない。恥を知れ恥を、という声が上がってもおかしくないと思います。石丸氏は、市議の一人から裁判を起こされ、7月3日、市議の名誉を傷つけた賠償金として、市に33万円の支払いを命じる高裁判決が言い渡されている。別件のポスター代未払いの件については、石丸真二様が上告していましたが、最高裁が上告を退けたため、石丸様に73万円の支払いを求める判決が、確定しています。おそらく名誉毀損の件でも、最高裁で上告が退けられることになるはずです。かわいちょ、というか、これから政治家になるという人間が、お金を払わずごねて訴えられるという、その神経がよくわかりません。費用が高すぎる、という指摘もありますが、特急料金でやらせたのなら、高額になるのは当たり前の話です。ワンチャン勝訴したら、政治家としてのメンツは保たれるかもしれません。しかし敗訴した時のダメージが大きすぎます。そのあたりのリスク管理が、全くできていません。トラブルの内容的に、石丸様が負ける可能性が結構あるのは、わかりきったことじゃないですか。だから最初から裁判なんてせずに、さっさと払っておいた方が、イメージ的にも良かったはずです。バックについている人たちは、相当お金を持っているようですが、肝心の石丸様本人が、このざまなので、バックの人たちは大変そうですね。笑い、いくらバックがお金を積みまくっても、本人がこれだと、厳しいです。逆に言うと、石丸様がもっとしっかりしていれば、都知事選でワンチャン勝てていたかもしれません。秋田方市民の石丸氏の評価、市民たちに石丸氏は、どのように映っているのか聞いてみると、僕は頑張っておられたと思ってですね。市議からの、質問にも真面目に真摯に答えられているところはありますんで、という声もある一方、公衆便所をなくしたり、お金がいるから、公的美術館をなくしたり、YouTube では石丸さんのいいところしか書かない、出さない、という声も聞かれた。なんか YouTube の切り抜き動画が、次々と収益化停止になっているらしいので、石丸様の切り抜きで稼いでいる人たちも、ピンチかもしれません。あとは、石丸様を心の底から信仰している、
やべえ YouTuber とかも稀にいます。彼を信仰している時点で、相当な情弱なわけですが、その情弱が、新たな情弱を扇動しているという図式です。まさに情弱スパイラル、インターネットの闇です。石丸様を熱烈応援している YouTuber で、石丸様の悪いところにあまり触れていない人は、ただの嘘つきか、バカなので、一切信用しない方がいいです。また、石丸氏が都知事選で2位と躍進したことについて聞いてみると、小池さんの次に来るとは思ってなかったんですよ。だから、すごくびっくりして、個人的には議員さんたちとのそのやりとりというか、そこにいつも注目して、どうして、もっとうまくできないのかなっていうもどかしさをいつも持っていたので、という意見も聞かれた。おい、言われてんぞ、石丸。どうしてもっとうまくできないのかな、って苦言を呈されてますよ。あくまで一般論ですが、市長なのに、議会やマスコミと対立して、喧嘩しまくっているような人物は、大体ろくでもないやつです。例えば昔の西宮市長に、若干、石丸真嗣っぽい感じの人がいました。ただ完全体ではなかったです。25%、石丸真嗣、という感じでしょうか。25% 石丸真嗣、でも、議会と揉めまくって、最後は逃げるように辞任する。というクソ情けない末路をたどっています。100% 石丸真嗣、がもし、東京都知事になっていたと仮定すると、フルパワーで議会を粉砕し、大変なことになっていたはずです。本当に落選してよかったと思います。石丸氏は、今後の政治活動について、まだ決めていない、としつつも、岸田総理の選挙区である広島1区への出馬の可能性について言及している。いっと、7月8日放送より、まあどうせ、都知事選で当選する気はそんなになくて、おそらくは最初から国政や県知事狙いで、売名のために出たというのが、妥当な見方でしょうか。都民の皆様、石丸真嗣様はおそらく、都知事選を踏み台にしていますよ。さて、それでは次の記事に行きます。次は女性自身の記事から、引用します。記事タイトルは以下の通りです。メッキが剥がれた感ある、石丸真嗣氏と知事選2位の大躍進も、古巣で反対派が当選、統括訴訟で敗訴の相次ぐ州分、秋田方市で、反石丸の市長が爆誕したことを、また擦られています。それでは早速本文から引用していきます。小池百合子氏、71、が参戦を果たした7月7日投開票の東京都知事選、小池氏と一騎打ちになると予想された蓮舫氏、56、奥田氏、2位に躍進したのは全広島県秋田方市長の石丸真嗣氏、41、だった。選挙戦では SNS や YouTube を駆使し、10から20代の若年層や無党派層の支持を獲得。しかし選挙後はメディア出演時に見せた態度が高圧的と波紋を呼び、批判が高まっている。こうした世間の反応のみならず、石丸氏をめぐる醜聞は絶えないようで。というか元から、ネットに公開されている石丸様の会話内容は、結構ヤバかったですけども、石丸様の支持者の方々は、その点について指摘すると、悪質な切り抜きはやめろ、などと反論しています。しかし、切り抜きの方が、むしろマシです。現役の方が、はるかにヤバいです。例えるなら、堀口秀俊くんの現役と、堀口秀俊スペシャルの関係に近いです。現役がきつすぎて、ほとんど誰も飲みたがらない、みたいな。おそらく石丸様は、今までと同じノリで、落選後に発するしてしまった結果、周りの人たちからドン引きされてしまったのでしょう。そして、この石丸とかいうやつ、やばくね。という雰囲気になりつつあります。やったぜ。まあ、いずれ遅かれ早かれ、こうなっていたでしょう。本性があれなのですから、ずっと隠し通すのは無理です。というか石丸様本人も、隠す気が全くなさそうですが、実は都知事選と同じ日に、前市長を務めた石丸氏の辞職に伴う広島県秋田方市の市長選挙も投開票を迎えていた。新人4名が立候補し、無所属で元郵便局長の経歴を持つ藤本悦司氏、51、が初当選を果たした。今回の市長選では人口減少や高齢化の他に、石丸氏政の評価も争点の一つとなりました。藤本氏は議会での対立が全国的に注目を浴びた石丸氏の手法を、議会との対話が不足し市民が置き去りになっていると批判。分断を招いた市政の刷新を訴え、オール秋田方で課題に取り組む姿勢を見せています。一方石丸氏政を評価し、継続と改善を掲げていた熊高尚総氏、70、は落選、反石丸派が市民に選ばれた結果となりました。社会部記者、あちゃー、石丸氏政を評価する候補者が、落選しているということは、秋田方市民も、石丸真嗣様の正体に気づいてしまったのでしょう。古巣では反石丸派が台頭し、さらには市長時代の不祥事も露呈し始めている。石丸氏が当選した20年8月の秋田方市長選挙において、石丸氏からポスターやビラの制作を委託された印刷会社が未払い代金の支払いを求めて提訴しました。印刷会社には公費負担分の約34万円のみが支払われましたが、石丸氏は残額である約72万円の支払いには応じなかったというのです。石丸氏側は裁判で公費負担分のみを支払うとの合意があったと主張していましたが、第一審の広島地裁は合意はなかったと認定、印刷会社が提示した請求額には相当性があるとし、石丸氏に支払い義務があると結論付けました。二審の広島高裁もこの判決を支持し、石丸氏は上告。しかし最高裁は7月5日付で石丸氏の上告を退け、約72万円の支払いを命じました。前出社会部記者、しかもこれ、弁護士費用も相当かかっていますからね。石丸様は、下手したら弁護士費用などで、100万円ぐらいは余分に支払っているはずです。意地を張って、支払わずにごねたばっかりに、100万円前後を余分に支払うことになった挙句、自身の名誉まで失ってしまうという。
彼は一体、何がしたかったのでしょうか。ちょっとお願いしますよ。選挙プロデューサーさん、石丸くんのこと、ちゃんと管理しておいてください。もしかしたら、ドトール関係の人とかも、裁判については予想外だったのかもしれませんね。石丸様が上に打診せずに、勝手に裁判を起こした可能性とか、あると思います。しかもそれを咎めると、落選後のインタビューのように、レスバトルしてきそうですからね。どうしようもありません。まるで王です。熱い称賛。石丸氏の裁判沙汰はこれだけに止まらず、今月3日には喜多方市議の山根敦子氏、68、から提訴された裁判の2審も敗訴する結果に、トラブルの発端は、20年10月に遡ります。石丸氏が X で市議の居眠りについて議会で意見交換したことに言及し、敵に回すなら政策に反対するぞ、と説得？恫喝？ありと投稿。その後、恫喝した人物について山根氏を議会で名指しし、X でも山根氏の実名を挙げて反論していました。ああ、実名を挙げちゃったのはまずいですね。それは訴えられて負けても仕方ありません。恫喝された、という虚偽の主張が、合法的な表現として認められたら、問題ですから。一審の広島地裁では喜多方氏に33万円の支払いが命じられ、判決を不服とした市側は控訴、山根氏も、石丸氏個人の賠償責任を求めて控訴していました。二審となる広島高裁では双方の控訴を棄却し、一審判決を支持、市に損害賠償の支払いが命じられ、石丸氏の名誉毀損が認められたのです。しかし都知事選中村は石丸氏が報道陣に、上告する手続きを進めている、と語っていたといい、裁判はまだ続くようです。前日社会部記者。上告したところで、どうせ負けることがほぼ決まっているのですから、そんなことをする前に、まずは自分の言動について、真摯に謝罪した方がいいです。謝罪した方がよっぽど、ダメージは少なくなりますよ。それでもしない、できないということは、石丸慎二様は、謝ったら死ぬ男なのかもしれません。都知事選後に、こうした醜聞が相次ぐ石丸氏に、ネットや SNS では冷ややかな視線が注がれている。石丸さん、負けてメッキが剥がれた感ある。コーヒー上の金額で制作したんだから支払わないとね。当たり前のこと。メディア対応をきっかけに気がついた人多いんじゃないかな。あのような失礼な態度で半切れ回答されたら、興味持っていた人も離れるよ。この人が2位になるまでの票を獲得したことが本当に信じられない。ほんまそれ、石丸慎二様が165万票で2位とか、もうこの都知事選の結果を見るだけで、頭おかしなるで、いや、よく考えたら、元からおかしかったわ。さて、次は、この記事に対する、ヤフコメの一部を紹介します。石丸氏の落選とは別に、喜多方氏の数年後に興味がある、好き嫌いは抜きとして、数年にも及ぶ赤字が続いていたのは事実だし、その赤字を黒字に変えたのは石丸氏の改革である、好きだろうが、嫌いだろうが、これは事実。その上で、喜多方氏の市民は、反石丸派の候補者を選んだ。俺は市民ではないからわからないが、黒字にするために相当な不満があったのだろうか。それとも田舎ゆえの団結みたいな力が働いたのか。それとも市政のヒーローがいなくなり諦めたのだろうか。数年後の喜多方氏の経済状況次第では、石丸氏への見方も変わる可能性もある。黒字化を達成したから、その主張は有能、という評価をするのは、やや短絡的です。というのも、お金のかかる事業を廃止すれば、よほど財政状態が火の車でない限りは、黒字化自体は、簡単にできてしまうからです。大切なのは、市民が求めている事業を残しつつ、需要がない事業を廃止したり、予算を縮小したりすることです。市民が納得する形で、黒字化できていたのなら、反石丸派が当選することはないと思いますが、選挙は知名度、候補者の名前が知れているか無名なのかで当落が決まります。本当は候補者の政策をじっくり見て、いい政策か悪い政策かを有権者が判断して投票すべきですが、そうなっていませんね。テレビ出演が多い人は有権者に名前を知られているので、選挙で断然有利になります。その通りです。とりあえずタレントか、名前の知っている人に投票する、という層が結構いるのは、本当に問題です。石丸様に投票したのも、おそらくそういう主体性のない層が、大半でしょう。石丸慎二様の切り抜き動画の、コメント欄を見ていると、大体お察しです。投票率を上げることは、もろちん非常に大切ではあるのですが、あまり頭が良くない人が投票に行っても、世の中が良くなることはないです。難しいですね。単純に投票率さえ上げれば良い、という話ではなく、政策重視で投票する価値観を広めなければ、どんどんこの国はおかしくなってしまいます。メッキが剥がれた感がある、というが周りが勝手にメッキをつけているだけ。石丸さんは変わらない。石丸さんは喜多方市長時代は議会と対立。その様子を動画で流して、議会側を刺激する。自尊心はものすごく強そう。だが、相手との攻撃からは弱い方と見受けられる。さらっとディスっててくさ。都知事選と同じ日に行われた喜多方市長選では石丸さんの後継候補は負けて、新市長になった人は、石丸市長時代の政策を変更予定、動画も削除するとか、これも政治、これから石丸バッシングが増えるだろう、今後どうなるか、国会議員より市長の方が合っていそう。そうです、まだ確定ではありませんが、動画を削除するかもしれない、と新市長がほのめかしています。もしかしたら最悪の場合、YouTuber の石丸様の切り抜き動画が、根こそぎ全て削除される。
なんてこともあるかもしれません。今回はここで一区切りです。石丸真二スペシャルは、まだまだ続きます。最後に自前の広告が流れます。皆様は、Amazon Audible というサービスを知っていますか？プロのナレーターが朗読した本を、アプリで聞くことができる、新しい携帯のサブスクです。本を読む必要がなくて、音だけで読書できるので、移動中や作業中など、いつでもどこでも読書ができて、オフライン再生も可能です。読む速度も 0.1 倍速単位で変更できるので、めちゃくちゃ使い勝手が良くておすすめです。私は最近ゲームをやりながら、Amazon Audible で朗読音声を流しています。ただ料金が少し高くて、月額1500円もします。高すぎると思った人もいるかもしれません。しかし Amazon Audible では、1ヶ月の無料体験を実施しています。本来は月1500円のところが無料、しかも聞き放題、というわけでぜひ一度試してみてください。もし無料期間で退会する場合は退会手続きを忘れずに、詳細はコメント欄からどうぞ。最後までご視聴ありがとうございました。